こんばんは、かずやです。今やこのスマホってもう生活に欠かせないものですよね。生活に関わるもう大半のものっていうのはこのスマホの中に入ってるわけですよ。だからもうカメラもついていますし、まあ単純にこれ本来の役割というか。 通信手段。まあ、電話だったりとか、今で言うとこう、LINE とかね、そういうものもできてしまいますし、出先であれば何か調べるときに、これ使いますし、あと地図ですよね。昔だったら、どこに行こうにも、そのね、迷ったりとか、人に聞いたりとかして行っていたものが、今やもうこれだけあれば、大体ね、よほどの方向音痴じゃない限り、どこにでも行けるわけですよ。そして今や財布でもあるし、ポイントカードでもあるということで、もうこれなくしたらかなり厳しいですよね。まあ、バックアップ取っていれば、まあ、損失ってのは、まあ、最小限かもしれない ですけども、まあ、単純にこれいろいろ入れ替えるのもめんどくさいしだからなくせないっていうでこういうスマホ、まあ、便利な機能がいっぱいあるわけですけれどもこれって基本的には通信が前提に作られていますよね通信環境っていうのもだんだん良くなっているじゃないですかまあ、かつてのその 3G とかで今の 4G とかでさらに 5G に今なってきてるわけですからでこういうのが前提なんですけど ドコモの通信障害あったでしょう。これテレ朝の記事なんですけども、チャリ使えないドコモ通信障害、復旧後も影響という記事からね、ちょっと紹介したいなと思います。これは昨日の夕方から通信障害が発生して、3時間後ドコモは復旧したと発表していたんですが、 ただですね、これ街では全然使えない状況が続いていたと。繋がりにくい状況は日付が変わっても続きました。15日午前2時を過ぎましたが、県外となっていますということで、で、僕はですね、その街中にいたわけではなくて、まあ家にいたんですけど、あの、まあ僕、ドコモのアハも使ってて、ふと見るとですね、これ電波0本になってるんですよね。家ですから、Wi-Fi、あの、で別に通信は問題ないんですよ。ただ、 ねえ、これ、外出かけて使えないってなると、ほんと困っちゃいますよね。で、SNS 上では、どこも通信障害。そりゃ、チャリ使えないわけだ。歩いて帰るか。どこもの通信障害で、カーシェア動かない。 など、携帯電話だけでなく、ドコモが提供する多くのサービスにも障害が出ていると書き込まれていましたと。そう、こういうの今あるから怖いですよね。通信が前提となっているから、そういうなんか自転車にしろ、車にしろ、まあこうシェアして使うっていうサービスも可能になるわけじゃないですか。ところが通信障害でそういうのも使えなくなってしまうと、もうまさに帰宅難民とかね、そういうことにもなりかねません。で、タクシー運転手にも話を聞いてるんですね。チャレンジしてもこうやって県外になっちゃう。電子決済は全部こうなっちゃう。やっぱりダメでした。 現金でお願いしますって、えー、まあ、現金で払ってもらったと。通信障害でオンライン決済ができないんですね。これ、絶望的じゃないですか。僕も最近ほとんど現金使わなくてですね、まあ、スイカ、まあ、その w a t c チとか、えー、このスマホに入れてあって、で、それでこう、仕事用か、まあ、個人用かで分けて決済したりするんですよ。で、万が一これが通信障害で使えないってなると、ちょっとやっぱ困ってしまいますよね。まあ、現金持ってないわけじゃないんですけども、 んそんな金額持ってないし。あと結構、その、シンプルな生活を目指そうみたいなチャンネルとか動画って最近あるじゃないですか。で、そういうのを見てると、あの、電子決済で、そのスイカとか、で、あとクレジットカードとか、あの、出かけるときはもうこのね、クレジットカード1枚だけ持ってね、行くんですよ。あ、現金も一応1000円だけ持ってますみたいな。そういう人いるじゃないですか。だけど、これ、通信障害とか起こると、やっぱ1000円じゃ足りないですよね。どういう状況になるかわからないですから、 まあ最低限、やっぱ1万円ぐらいはね、いや、1万円でも足りないかな、1万5000円プラス小銭とか持っとくと安心かもしれない。逆に持ちすぎてもね、あの落としたりとか、そのなんていうか、かつ上げに合う可能性だってあるじゃないですか。いや、本当こういうね通信障害、勘弁してほしいなと思いますし。 まあこういうのに備えて、今複数回線を契約するっていうのも可能なわけじゃないですか。だからその物理シムと今 eSIM で、あの他の回線使うってこともできるわけですよね。ただ、その来るかわからない通信障害に備えて別の回線を eSIM で契約するっていうのも、それはそれでコスパが悪いし、って考えるともう祈るしかないですよね。いや、でもどこモでね、こういうことがあるとは。 ちょっと残念だなというのがありますけど。まあ、なんか楽天とかだったらね、ああ、ああ楽天ねみたいな感じに、まあ、現状だとなるんですけども、これドコモがね、やっちゃうっていうのがね、ダメですよ。こういう通信障害って、いかに我々がスマホに依存してるかっていうのを、こう思い知らされますよね。まあ、便利なものではあるんだけども、ここ一つに、うん、すべてをまとめすぎるのも問題なのかなと思うんだけど、まあ、現状はやっぱそうするしかないというか、まあ、結局はもうスマホはもうね、普通に持ってですよ。まあ、現金もちょっと持つっていうのがね、 一番いいのかなと思いますはいというところで今日は以上です最後にポコちゃんをご覧ください